AP 通信はニューヨークに本部を置くアメリカの非営利通信社である。1846年に設立され、法人格を持たない共同組合として運営されている。ニュースレポートは英語、スペイン語、アラビア語で作成され、会員や顧客に配布されている。AP は1917年の創設以来32、 の写真部門を含む54のピューリッツァー賞を受賞している。AP 通信本社ビル AP 通信本社ビルに貼られているロゴ。ロンドンにある AP テレビジョンニュースビル。AP 通信は米国内の放送局や新聞社の共同組合であり、各社は AP 通信を通して記事を配信すると同時に AP 通信から記事の配信を受ける。 アメリカ国外の新聞社や放送局は AP 通信の加入者であり、共同組合のメンバーではないので AP の記事配信に対して料金を支払っている。2005年現在、約5000のテレビ局とラジオ局、約1700の新聞社と契約しているという。その写真ライブラリーには1000万を超える画像が蓄えられている。AP 通信は243の局を持ち、 121カ国で世界各国のスタッフが活動している。ライバルだった UPI 通信社が崩壊した現在、AP 通信は米国内で全国的に展開している唯一の通信社である。他の英語でのニュース配信を行っている通信社としてはロイター通信やフランス通信社があるが、これらはアメリカ国外に基盤がある。アメリカでは、A、AP スタイルブックが 新聞雑誌編集のデファクトスタンダードとなっている。AP 通信の記事は単純に事実そのものを書くスタイルであり、逆ピラミッド型と呼ばれる書き方をすることが多いため、新聞史上のスペースに収めるために編集しても本質が失われにくいという特徴を持つ。他の多くの報道機関と同様に、インターネットは AP 通信の財政にとっても脅威となった。 2005年4月18日の年次総会で AP 通信は2006年度からインターネット上での記事と写真の掲載に対して従来とは別の料金を徴収することを発表したこれまでは AP 通信の記事配信を受けていた各ニュース媒体はネット上への記事掲載については料金を支払っていなかった後に、A、AP 通信はこの計画を取りやめ独自に 直接ニュースを一般読者に提供する目的で ASAP を開設した。合衆国内の社員はニュースメディアギルドに参加している。AP 通信は5つの競合をするニューヨーク市の新聞社の代表によってヨーロッパのニュースを効率よく収集するために共同出資で1846年5月に設立された。設立以前は記者が港に到着した際に 各新聞社は一刻も早く情報を得るためボートで職員を派遣していた。そのため各新聞社は同じ情報のためにそれぞれ対価を払っていると考え、電報で情報を一気に得た方がより安いと判断した。これを受けて新聞社の代表が集まり、情報の収集の一本化のための協会を設立することとなった。設立当初は、 ハーバーニュース協会と呼ばれていたが、後に解明された。この一連の動きを強く推進したのは、ニューヨーク産のモーゼエールビーチだった。彼は、米国戦争の報道の際に協調取材で、サンに加わろうと他の新聞社を誘った。この時参加したのは、サン、ザ・コマース、ザ・クーリエインクワイラー、ザ・ヘラルド、ザ・エクスプレスだった。1849年にハーバーニュース協会は、 アメリカ国外に初の支局を開設した。1967年にはダウ・ジョーンズとの提携をしてた。ありがとうございます。